チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたします早速ゲストの方をご紹介しましょう女優の本橋由加さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします簡単ではございますが本橋さんのプロフィールご紹介しますね本橋由加さんは1978年東京都のお生まれです1992年に女優としてデビュー 96年にはスーパー戦隊シリーズ「激走戦隊カーレンジャー」の「イエローレーサー」ですよね、はい、篠原夏実役を演じまして人気となりましたそれ以降も多くの作品や舞台に出演される中で2021年原発不明がんと診断されたことを公表現在も検査や治療を継続されていますそんな本橋さんなんですがもともと健康には自信がある方だったんですか そうですねあの血液検査とかではあんまり引っかからないんですがちょっと貧血気味だったりとか、はい、あとちょっといろいろ血が止まりにくいとかっていうのはあったんですけど、えー、体力と健康は自信がすごくありうまさにイエローレーサーとしても悪と戦う <laughs> まさにヒーローだったわけですけれども2021年ということで原発不明がん。はい この言葉そのものにまだなじみのない方も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、はい、まず体調の変化から伺っていきましょうかはい診断されたのが2021年の5月の終わりですね、はいえー、その1年ぐらい前にちょうどあのコロナの1回目の緊急事態宣言があった後だったと思うんですけど微熱が続いたのと、ええ えとちょっとまあだるさだったりとかそういうのがあって最初コロナかなと思ったんですけど検査しても何も引っかからなくってでしばらくそれが続いたと思ったら今度全身に謎の発疹が赤いかゆくもないのもあれば痒いのもあってみたいな発疹があってだからお風呂入るまで気づかないでお風呂入ろうと思って服脱いだらなんか真っ赤になってるとかっていうのがすごい出てきたりとかして。 っていう感じですね。その後、まあ、右側だけなんか、本当に不調で、右の肩が痛いとか、腕が痛いとか。っていうことが。立て続けに起きていたっていう感じですかね。その段階では、まさか癌までにはたどり着かないですよね。たどり着かないですね、全く。で、肩も、なんか、まあ、せ 骨院とか整形外科とか言ったんですけど40肩50肩っていうふうに診断をされていたので、うんええ、あそっかじゃあそのうち治るかなと思ってたんですけど全然治らずにその後いよいよその病院に検査をちゃんと受けようと思われたのはどういうきっかけがあったんですかえーと2021年1月に、えっととちょっとかん 見合わせっていうのかな、えーえー、食いしばりが強くって歯の根元が折れちゃったところがあったので、はい、そこを抜いてインプラントを入れたんですけど、えー、その後ぐらいから右側にまあ入れた方なんですけど右側の顔だけとか、えー、首の辺りとか厚くなって。 熱感みたいなのとあと圧迫痛みたいなのが出始めたのでまあ行ってた歯医者さんには相談したんですけどまあちょっと様子見ましょうって一最初はそうだったんですがその後に頭痛だったりとか血圧もともと低血圧なのに最高血圧が160を超えちゃうとかっていうことが結構起きるようになってしまって。 で,、はい、でそのたんびにいろいろ内科行ったりとか頭が痛ければ脳神経外科行ったりとかで発疹も相変わらずあったので皮膚科に行ったりとかっていうのを繰り返しててそれでもなあのどこもなんか年のせいだっていう,うもう40も過ぎてたので、はい、もうまあ年のせいでしょうみたいな感じで言われて特に何もしなかったんですが、はい、その話をすべてそのインプラントをしてくれた歯医者さんに持っていったら、はい、まあ そもそも気になること、その血が止まりにくいとか、それからちょっとまあ歯医者さんで使うようなフッ素とかにも少しアレルギー反応があったので、そういうのも含めて全部もうこの際だから調べてもらおうっていうことで、はい、それで歯医者さんが紹介状を書いて大きな病院に行ったのがきっかけなんですね。紹介元が歯医者っていうパターンもあるんですね。そうなんですよね。内、えー、かとかそそこら辺かなと思いきや、そこはもう全部、えー、まあ受付で あの返されたこともあったんですけどその歯医者さんだけはうん、なんかやっぱりおかしいからちょっと行ってみようっていう感じで<ー> <laughs> なかなかないパターンだと思うんですけどいやでもいろんなところに症状がバラバラに出てくる中その蚊が見つからないっていうそこも結構辛かったですよね、えー、そうですねなんかあの大きい病院に行く前にもセカンドオピニオンサードオピニオンみたいなどん,どん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 いろんな別の内科に行ってみたりとかっていうことをずっと繰り返してたんですけど それが大変でしたね。うん、原因がわからないのが一番。はい、なんかこう気持ち悪い。な何が？ あっっってててこううないるのかっていうのかがそ,う、ね、そして歯医者さんから大きな病院に行かれたということで、うん、そちらではどんんな検査が行われたんですか、はいはいえー、とまずそのインプラント自体チタンを使ってるのでめったにアレルギーを持ってる人はいないだろうっていうこともあったんですけど、うん、一応じゃアレルギーの検査をしましょうでそのちょうど首にしこりが見つかってたので、えー、その件に関してはじゃあ首なので頭頸部。 を見てくれる耳鼻科に、あのー、回していただいてで血液検査とかいろいろやったんですけど、まあ、ちょっと原因がわからないっていうことで、えー、このしこりを取っちゃって調べるのが一番いいんじゃないかっていうことでしこりを取って整形に回したら、えー、腺がんのリンパ節転移っていう診断が <laughs> まず下だったんですね。ほうほう腺がんのリンパ節転移はい、はい その後ペット CT とかを受けてそれでもなんかどこが原発なのかが分からないって言って上下消化器官をカメラで全部見ていただいてとかあとは乳腺科にも乳がんの可能性もないことはないからって言って一応エコーとかで検査をしたりとかっていう感じですねでも見つからない。 <laughs> っていう状態でした。<laughs> どこからかまあ、癌が疑われるようになったんだけれども、やっぱりその原発がどこなのか。っていう検査を一通りしたけど、やっぱり見つからなかったっていうことなんですね。そうですね。<で>最終的には。原発不明がん。はい。もやもやしますね。もやもやしますね。親玉がどこなのかがわからないっていうのが。 そうですね。最初その言葉を聞いたときにはどういうお気持ちでしたか、はい。なかなか聞かない言葉なので、どういうことなのかなっていうのと、原発分からなかったらどうやって戦ったらいいんだろうなっていうことはちょっと思いましたね。そうですよね。はい、国立がん研究センターのホームページによりますと、まあがんには必ず最初に発生した臓器、原発層が存在するはずなんだけれども、まれに見つからないことがあると、そういう人たちにまあ。 原発不明がんっていうふうに診断を下すということなんですがただその成人がんの1%から5%の方このパーセンテージにすると少ないように感じるんですけれども。 かなり患者数はいらっしゃるということですね。うんそうです、ね。でお聞きしました。はい、はい、そういうことですよねで。まさに気象癌ということに当たるんですよね。えー、えー、そうですね。情報がないっていうのはやっぱり困りますよね。そうですね。なんかこう手術で取れるとかっていうことでもないですし、うんはい、どういうふうに戦うかの前にやはり。 家族にまず伝えるっていうことがあったのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、そのあたりはどういうふういふにされたんですかえと私結婚もしてなくて子供もいないのでまあ兄弟と親に伝えるっていう感じだったんですが兄には電話で「ちょっとペットの面倒を見てもらうのに<ー>日常会話みたいにがんになっちゃって」っていう感じで,、はいはい、で検査があるからちょっと「あのお願いします」っていう感じの。 <laughs> あええて明るく伝えたとかい全然なんか最初がんって言われた時もあ「あはい」っていう感じだったのでなんかまあ,まあ受け止めきれなかったからなのかもしれないですけどで弟にもまあそんな感じでしたで母に関しては父を私はあのがんで亡くしているので,で母もちょっと昔に脳出血を起こして。 ちょっと体が弱くて心も弱くなってしまっていてっていうのがあったのですごくそこは慎重にただまあ今後介護ができなくなる可能性もあると抗がん剤なんか始まっちゃうとっていうこともあったのでその時はそれでえっとありのまま今の状態っていうのをまあ冷静に伝えました母には、はい、<laughs> お母さんの反応はいかがでしたか母の反応はただただ あの黙って聞いてる感じでしたね何かでもちょっとこらえてる感じはありました <laughs> 本当に何かお強いといいますかそのご自身がその大変なまさに今診断を受けたっていう状況で <laughs> お母様の介護までまず気にしてしまうっていうところが本当にこう優しく強い方だなっていうふうに思うんですけれども。<laughs> えー が肺にできていても、その原発が胃だったとしたら、それは胃がんっていうふうに診断されるんですよね。ええ、そうです、ね。で、もともとの原発層のその治療法に基づいてっていうのが、まあ、その一般的な考え方のようでっていうことなんですよね。やっぱ原発が分かった方が治療はしやすいっていうことだ、そうなんですけれども。いざその原発不明がんって言われた時の、その先生からはどういう説明があったか教えていただけますか。ざっくりと、その原発がわかりません。はい。どこが最初なのかがわかりませんっていう。 話だけされてでなのでちょっと治療に関してもあのこれといって治療法 がないみたいなことは言われましたね。で、ただ、遺伝子パネル検査をして、えー、まあ、合う治療法を見つけていきましょう。っていう感じではありました。あとは先生がこの薬が合うんじゃないかっていうことで、うもう抗がん剤の治療が始まったっていう感じですね。あなるほど。じゃ、その後の治療の経緯などはまた来週伺っていけたらと思います。はい、来週も引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本橋由佳さんでした。 お送りしてきました「チェンジの時」ガンサバイバーストーリー。番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスはチェンジ小文字で C H A N G E アットマーク A B C 一ゼロゼロ八ドットコムです。抽選で番組オリジナルクオカードやガンサバイバーを支える一冊「ガンのハテナに答える本」、ガン相談ホットラインに寄せられた百の質問と回答をプレゼントいたします。 また今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそしてチェンジの時番組公式 YouTube で動画配信もしています番組ホームページでは過去のアーカイブも全てご覧いただけますのでこちらもぜひチェックしてみてくださいチェンジの時ガンサバイバーストーリー来週も俳優の本橋由加さんをゲストにお迎えしてお送りいたしますお相手は八木サキでしたこの番組は小野薬品工業と 日本対岸協会の提供でお送りしました。